直訴とは、のこと。日本では、近世の直訴をもとにした比喩的な用法から転じて、周囲への相談や根回しなしに、権力者や責任者に直接談判を行うことも指すようになった。鎌倉幕府の御家人、竹崎末永が、現行の論考交渉に不満を抱き幕府へ直訴を行い恩賞を得た。その経緯は、自らが作成させた猛古襲来へ言葉に、 収録されている。以下では、金星の直訴について述べる。概要金星において、一般民衆や下級武士を原告とした訴訟は、原則的に諸葛の部行所などが取り扱うこととなっていた。この原則を回避して、直接、将軍や幕閣に訴える行為を直訴と呼んだ。また、本来の手続きや担当者を飛び越して行われることから、エッソとも言われた。 その方法として外出中の籠に駆け寄る方法をとることも多く、それを籠訴えといった。訴えの目的は様々あるが、例えば年貢率の問題など、奉行所などでは解決できない問題についての訴えをする場合や、領主や代官の日を訴える場合などがあった。金世における百姓一揆の形態の変遷の中、初期は、 桜総五郎のエッソ事件などを代表とする直訴によるものが中心であり、これを代表エッソ型の一揆と呼んでいる。明治以降にも足尾銅山公毒事件で田中正造が明治天皇に直訴をしようとしたことが知られている。彼は当初は裁判等の順法的な手段で反対運動を行ったが、様々な妨害に遭い、最後の手段として天皇への直訴を選んだ。 あり方世間に留付された直訴のイメージは年貢の減免や悪代官などの不正を農民が訴えるなどという今日の行政訴訟に該当する事案がほとんどであったように誤解されている。しかし実際には民事、刑事、行政それぞれの訴訟分野で直訴が行われていた。これは近世の訴訟手続き上一般民衆が訴えを提起するには所属する町や村の役人の同意が 必要とされていたことに起因している。例えば、江戸町民を原告とする民事事件ではまず最初に原告が所属する町役人に事件の相談を行う。相談を受けた町役人は被告側の町役人経由で調停を行いその結果町役人が調停による解決が不可能であると判断して初めて町奉行所に訴えを提起することができた。 いわゆる現在で言うところの調停前置制度である。この町役人の調停に当事者が不満を抱いた場合、町役人が怠慢で真面目に活動していないあるいは相手方と結託して、こちらに不利な調停を行っているなどの理由を挙げて、町役人の同意なしに直ちに訴訟を受け付けてほしいとして直訴が行われた。また町民側の調停力、裁判権が及びにくい武件や、 自社などの特権階級を相手方とする民事事件でも直訴が行われた。この場合には幕閣のみならず相手の武家の上役や親類筋などにも直訴が行われた。そして刑事事件においても再審理や刑の減免などを願う過後訴えが行われており、上述のように民事、刑事、行政それぞれの訴訟分野で直訴が行われていた。救治指紋録に収録されている 元表情書と名役の小畑啓徳の談話によると、エッソは毎日に三人あったとされており、直訴は特別な行為ではなく、日常茶飯事であったことが伺われる。またそれらの訴状の取り扱いは、不法行為ではあるが事柄によっては取り上げられることも、ありましたが、ほとんどは廃棄されましたと述べており、正規の手続きを経ていない直訴であっても訴えの内容を確認した上で受理。 不受理を決定していたことが伺われる。また、桜田門外の辺でも襲撃者が直訴の素人を、装い待ち伏せをしており、直訴が日常茶飯事であったことが伺える。その作法直訴は、ある程度作法化されており、例えば加護訴えでは、以下のようになっていた。素人は、門付きはりと墓まで清掃し、訴状は、上と、 上書きした紙に包み、先を二つ割りにした青竹の棒の先に挟んで持つ。はじめに行列前方より素状を捧げて素人が行列に接近しようとする。すると友侍がこれを制止する。ニ人は制止されても諦めず再度接近しようとする。友侍は、またこれを制止する。それでも素人は諦めずに、三度接近しようとする。そこで初めて友侍は、 再々にわたるので仕方なくとして、訴状を受け取り、友頭に、訴人の身柄を拘束するように指示を行う。この時、訴人の身柄が拘束されるのは、訴状の内容や、訴人の身元などの事実関係を確認する、事情聴取のためであり、訴人を処罰するためのものではない。事情聴取が終わり、身元が確認され、訴状の内容に虚偽など問題が、なければ、訴人は解放される。 この時農民であれば領主が身元引き受け人として引き取ることになる。もちろん受け取った領主側でさらに事情聴取が行われるが、いきなり問答無用で処罰などということはなかった。処罰などをした場合は農民を引き渡した側の対面を潰すことになるからである。訴状を受け付けた側には積極的に介入し濃度的に事件解決に当たるというまでの義務はなかったが、 関係方面に紹介を行い必要と認めれば、前所方を要請する程度のことは行われた。これにより、事件が明るみに出ることになり、関係者は適切な対応をする必要に迫られることになった。また事件がもみ消されるのを防ぐために、複数の方面に対し直訴を行うという、訴訟戦術もしばしば採用されていた。直訴は死罪か直訴は全て原告が死罪と、 確定しているものと広く認識されているがこれは誤解である。直訴行為自体が処罰対象となったケースは少ない。領主や大官の非を訴えた場合であっても、これといった処罰はなく、正規の手続きに従うようにという口頭注意くらいであった。処罰されたケースでは、直訴の内容が不届きであったあるいは、徒党を組んで騒動を起こし労責を働いたなどという、 直訴行為そのものを対象としない、処罰理由がほとんどである。例えば、天保11年の味方領違いでは、庄内藩の天保に反対する領民により多数の直訴が行われた。大名の天保という幕府の政策に反対する直訴であるにもかかわらず直訴をした領民に対する処罰はなかった。特殊主義が評判されていたため、民の声である直訴を拒絶することは、 不得とみなされていたのである。しかし、明治以後の自由民権運動の中で、移民伝説が数多く伝えられたことから、直訴イコール死罪という誤解が浸透していったものと考えられる。代表的な直訴事件近代以後以下では、中国における中央政府への陳情制度について述べる。中国の直訴は、新法条例によって定められている。 中国の政治体制は一党独裁制で民意が反映されにくい。その中で直訴は苦情申し立て被害救済制度として民衆に利用されてきた。地方当局や司法当局が役に立たない時に中央政府へ直訴を行うという。直訴の規模は2003年で約1000万件。この値は増加傾向にある。陳情者増加の背景には 企業誘致による工場建設により農地を再束三分で買い叩かれたり奪われたりする農民の増加や地方当局の公務員の腐敗が指摘されている。ただし、訴えが増加する中で次期訴のうちどの程度が解決されたかについてはわずか0.2%に過ぎないという調査がある。問題点中国における次期訴の問題点は以下の通り。 直訴村中央政府に直訴を行うべく、地方から北京へ上京した民衆が集まることによりできた集落のこと。17党大会前にも撤去の動きがあったが、北京オリンピックに備えて中央政府は強制撤去を行った。ありがとうございます。